もちゃでもです。今回私新潟ゲームこんじゃくフェスタに遊びに来ました。こちらはレトロなものから最新なものまで遊び尽くせるフェスタになっていて、どんなものがあるのか早速見ていきましょう。まず最初に気になったのはこちらのピクセルさんのブース。こちらにはサントラやガイドブック、ピンバッジなどさまざまなグッズが売られていて、その中に私の好きなシャオメイのガイドブックも売られていました。なかなかテンションの上がるブースですね。そして気になったのはこちら、2024年12月12日に発売予定のアンシェリアントリガーが体験でプレイすることができました。操作はかなり簡単で、シューティングが苦手な私も簡単に一面をクリアすることができました。いやー、時間があったらですね、かなりやり込みたかったです。猫、続いてはこちらのレトロゲームのコーナーを見ていきましょう。こちらはゲーム好きの個人がそれぞれ集まって持ち寄ったコーナーになっており、珍しい MSX の R タイプや普段形はよく見るバーチャルボーイだけど実際どんな画面なのか今まで見たことなかったんですけども、こういった感じに映ってるんですね。なかなかの貴重な体験です。こちらも初めて触るドリームキャストのタイピングソフト、こういったプレイするところっていうのは本当嬉しいですよね。中にはこういった面白いコーナーもありました。スーパーファミコンの SF メモリにハードオフツバメ三条店のテーマソングがこちらに入っていました。いやー、 SF メモリこんな可能性があったんですね。そして一番気になったこちらの VR、 この靴を履いてそしてこの中に入ってプレイするみたいなんですけども、すいません、私今回ですね酔い止めを持ってきてなかったのでこちらの VR をすることができませんでした。全部見終わったらこちらのガラガラを弾くことができるんですけども、個人的にはですねこのチョコビが欲しい。だけどですね、前回このガラガラで予想外の出来事が起きてますんで、今回はどうでしょうか。いや、なんか当たりそう、いそうな気がする。あ、よかった。よし。白でしたので、今回は無事ゲットできました。隣を見たらバブルンがやってきました。いやー、とても可愛い。今回こちらが私の宿敵、スイッチのオリパ。こちらでどんなものが出るのか家に帰って検証していきたいと思います。家に帰ってきました。早速先ほど買ってきたスイッチのオリパを開封していきたいと思います。せーの。今回こちら2口をですね買わせていただきました。全部で30口あるんですけども、子供にかなり人気で1時間で完売。さすがスイッチのオリパ、人気ですね。今回どんなものが当たるのか早速開けていきましょう。さあ行くぞ。まずはこちらの1袋目。このスイッチのオリパはゼルダやプリンセスピーチ、マリオブラザーズやマリオパーティーなどどれが当たってもかなり嬉しいものばかり。これだけ豪華だったら外れは遊戯王やラボカセットでしょうか。それだったらかなり恐ろしいオリパですが、果たして一発目のソフトは何が出るんでしょうか。おめでとう。おめでとう。
おめでとう。ありがとう。やりました。プリンセスピーチ。こちらは発売されてから少し時間は経ちましたが、だけどまだ最新のソフトと言えるゲームじゃないでしょうか。ゲーム内容はフィギュアスケートやお菓子作り、探偵などいろんなですね、アクションゲームがあって、やりごたえ満載と聞いております。これですね、プレイできるのはかなり嬉しい。2つ目のオリパを開けていきましょう。いやー、今回ですね、こういったオリパって私あまり信じてなかったっていうか、むしろ絶対にハズレしかないって思っていたんですけども、でも実際にですね、当たりを引くとは思いませんでした。こちらのセカンドビットさん、通販のオリパもやってるみたいなので、今後ですね、私こちらもチャレンジしてみたいと思います。そして気になる2つ目の中身は、少女時刻の毒娘。いや、このソフトですね、純粋に知らないんですよ。知らないからちょっと何も言えないんですけども、だけどよく見てみると、これ私の好きな日本一ソフトウェアが出していたソフトでした。この会社はディスガイアやファントブレイブなど面白いソフトをいっぱい出してるので、このゲームもかなり期待できそうですね。猫、今回も最後まで見ていただきありがとうございます。今回は新潟ゲーム今昔フェスタに遊びに行ってきたわけなんですけども、こちらで知らないゲームやテーブル筐体についてかなりですね、詳しく教えてもらったりと、今まで経験したことないことがですね、このフェスタで体験できて、かなりですね、満足のいくイベントでした。これからもですね、こんなイベントをですね、どんどん探していきますので、よかったらですね、チャンネル登録してもらえると嬉しいです。よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。お相手は猫でした。